はい、どうもご視聴ありがとうございます。サム太郎でございます。こいつはねもうずっとやりたかったことなんだけど、ラーがね重心化範囲になった時点で絶対22の土適性とまで言わないけど、かなりの上位の適性に入るだろうということで使ってやっていこうと思います。ちなみにラーは神なんですけど、聖王母が当たった時点でねこのクエストで使おうと思ったんで、聖王母ゴリゴリ強化してあるんで十分強化されている状態なんでご了承ください。やっていきましょう。クラピカがね加速できるんですよね、こんな感じで。今までクラピカって、まあ、ここのね、ラーのところに入ってたんで、私、オリオなんですよ。オリオかチンギスの2択だったんですけど、その2体がな、その2体を消して、あ、ミスった。消して入れることができたんで、ラーは。まあ、絵的にはとりあえず可愛いよね。はい。なんで楽しくやっていこうと思います。多分ね、そんな雲な勝てんじゃないかなと思ってる。油断かもしんないけど。加速を拾う。もう一丁。あ、倒してねえや。まあいいや。まあ今んとこ予定通り。ただね、問題ちょっと火種が怖いよね。この子耐性系は持ってないんで。耐性系持ってないんで、ちょっとね、守備面は何ともわかんないんですけども、ただまあ攻撃に関しては魔王キラーを持ってるプラスで、さらにね、カウンターキラーも乗るんで、で、ここってアルマゲドンが結構ホーミング打ってくるんで、まあそれ受けた後だったら耐えれるんじゃないかなっていう。で、聖王母はね、そこら辺の回復も兼ねてます。だからこれ行ってはまあ無理だから、とりあえずこっち置いとこうか。そうそう、クラピカさんはねこの辺配置しといてあげて、なんかね動きやすくなればそれでラッキー。さあラーちゃん動こう。とりあえず2体同時処理いけっかな。あ、いいね、いいスピードしてるわ。やっぱさすが超重力。はい、これで弱点効果アップと。で、まあ、4P ラーがいいとこにいるんで、このまま聖王母で、もう2つとも潰しちゃおう。聖王母もね、重心化、日本に来る前はね、ただの重力バリアだったんですけど、超重力をもらったんで、あれと同時に、なんだっけ。あ、これ無理じゃね。そう、日本に来ると同時にね、情報修正されてるんで、かなり使い勝手良くなったんで。あー、入れ番したか。なんかなんとなく削ってるね。多分こうなんとなく削ってるのはホーミングじゃないかな。クラピカの友情と、聖王母の友情そんな強くないんで、多分ラーじゃないかな。ラーのホーミング一応キラー乗ってるしね。あ、そんなことないかも。2体発動していい感じかな。さあ、これでカウンターキラーも乗った。うん、この HP で分かりづらかったけど、でも多分強い。そもそもね、超重力持ってる時点で強いんだよね、ここでは。だって今まで、お寮とかさ、お寮もチンギスも超重力は持ってないからね。さすがに、この子のためにせん、なんだっけ、チンギスにね、挑戦権つけてる人はあんまいないと思うんで、いたらごめん。削ってもらって、あ、ちょっと倒しすぎたな。で、ラーは、そっか、こいつに対してキラーは一切ないのか。そうだね、トリケラトプスに対してはそんなに火力出ないね。あ、そこはしょうがない。そこら辺は、まあまあまあ、でも、超重力で加速した分でプラマイゼロくらいできんじゃないかな。でも、まあ、サクッと終わらしちゃおう。そう、これね、こいつのフォーミングだからいいんだけど、アルマゲドンのフォーミングに果たして耐えれるのかっていうのが、ちょっと疑問ではある。よし、抜けですね。そうでね、ラーちゃん、ストライクショットが超強くなったんですよ。今までは正直でクソみたいなストライクショットでした。だからね、フレームがおまけで追加されるようになったんで、かなりね、攻撃力の面は上がってるかと思います。とりあえずザコ行っちゃおうかも。ちょっと運試しだけど。あ、オッケーオッケー、行った行った。これね、下手すると、このね、トイキャラの方にね、弱点効果アップがいっちゃう場合があるらしいんで、そこはご注意で。超 AGB で加速していく。思ったより削んね。あれば。もうちょっと削ってくれるとよかったんだけどな。下倒しちゃおう。下倒して、で、ラーで、うまいこと挟まって倒せないかな。
行ったけど、やっぱそうか、アルマゲドンに対しての火力は出るけど、この弾に対してはそこまででもないか。おー、強い強い強い、セフォーボ強い。そこれもね、ラーちゃんが近くにいて加速を誘発してくれたおかげっていうのもありますからね。さあボスやっていこう。今のところ何の苦もないね。いい感じいい感じ。さあ速殺できるかなこれ。あ、下残った、やばい。あー、これね、下残るのはかなりよろしくないですね。どうしよっかなー。そしたら、上先倒したいね。上先に倒してから魔導士倒していただいていきたい。おっと、入れ番した。これどうなるんだ。あ、オッケーオッケーオッケー。倒してから倒したから、倒した順番によって今ちゃんとできたのかな。あー、どっちなんだろう。加速回復します。回復も倒しちゃってもいいんだけどね。本来だったらここでもっとがっつり削んなきゃいけない、そう、怖いところではあるんですけども、ラーがいればね、削りきれるだろうっていう考えです。さあ、そうか、超重力はここでもらえないのか。恩恵が、いや、入れねえ。でもね、なんか、ラーのストライクショットって、弱点真正面に行っても、ブレスが届く場合があるんで、これ、うまくいけば届くんじゃないかな。あ、入った、入った、入った。この削りはかなりでかい。そして嬉しい。いいね、これだったらラー全然使える。よしよしよし。で、あとは、倒せ倒せ。まあ倒せなかったか。まあいいや、回復して抜けていきます。ラーのストライクちょっと強いね。さっき真正面ですらなかったからね。結構ね、たまたま当たった感じ。たまたまっていうか、こうなんだろう、角度によるとも思うんだけど、本当に弱点ちょっとでも拾えばダメージが十分出る。これは嬉しい発見ですよ。で、トリケラさんを、あー倒せなかったし、魔導士倒すし、結構ひどいって。そしたらボスは絶対弱点上げなきゃまずいんで、弾壊しちゃうか。1個、弾1個壊して、うわ、倒しちゃった。予想外。あぶね、1個トリケラに飛んでったからね。そしたら、セオが左だね。回復したい気もするけど。で、右をラーでガーッと削って。ああ、十分で。今、カウンターキラー乗ってたね。今ね、弱点効果アップしてない状態でもカウンターキラーの恩恵で、まあまあ削れましたね。さあやっていこう。こっからね、もう HP は怖くないんで。かつさっきと違って16バリアが展開してるんで、ダメージは稼ぎやすいと。あー、これはクラピカ無理じゃないか。あー、まあそんなもんだよね。頼むよ。入っても入んなくてもいいけど、まあわよくば入ってほしいよね。うん、入れば十分すぎる。これ本格的に強いな。いや、西洋棒のゴリゴリ強化済みっていうのもあるけどね。 そこはね、結構でかいと思うんだ。動撃筋が全部積まれてるから。そしたらもうあとはよ。
こんなもん、こんなもん。で、下がりつつ、下を倒せりゃラッキーだね。あ、クソだ、クソ。ミスったな。クラピカの SS 使ってもいいんだけど、まあ、ちょっともったいないから、まだ待とうか。クラピカのストライクショットは本当にピンチの時に使います。いや、でもラスギア普通に使っちゃうかな。やっぱ魔王じゃないと削りはそんなでもないね。あくまでもやっぱ魔王だわ。よしよし、じゃあ削っていこう。頼むよ。あー、角度きつすぎた。あんまり削れなかったね。グラフィカ使った方がいいかな。これまずいな。今の一手はもうちょい削ってほしかったからな。使います。話が2点3点申し訳ない。ちょっと角度きつかったかな。あー、十分十分。クラピカ強いな、本当に。この子えげつない。これ動撃ついてないからね。さあ、そしたらいいとこ止まってる。これ拾って、いや、拾ってないか、これ。拾ってないくさいんで、横で。あ、倒しきれない。まあいいや。じゃあ抜けていきましょう。さあ、おかげさまでね、でもラーのストラクショットも溜まったんで、ラスゲ全く怖くないよね。あのブレスがね、あそこまで届くと思わなかった。さあ、ラストやっていこう。ああ、微妙だな、これ。あんまり配置が良くないな。あ、違う。うわー、ひどい。思ってたんだ、だいぶ違う。これ絶対2体倒しちゃうよね。いや、倒しちゃう手でいいや。わ、ひでえ。ちょっと、あ、でもおかげで、そうか。これ倒さずに、え、覚醒すんの？弾死んだ？うっそー。やべ、このグダグダが、グダグダすぎるぞ。こっから勝ったら手したもんだよ。で、西洋語のストライクショットはゴミなんで、一応打つか。このね、自強化が乗るタイプだったらいいんだけどね、自強化だって乗らないんですよ。さあ、すべてをかけたラーのストライクショット、いきましょう。で、これ抜けちゃうじゃないですか。抜けちゃって、例えばこれラスゲーの最後のもう次即死って時にマジかーってなってるところに追撃。クソ強いんだけど、もう完全レギュラーですわ。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。あのね、ラは本当におすすめできる。ストライクショットが強すぎてやばい。弱点反対っていうか、反対じゃなくても削ったかね、さっき。これはね、おすすめ、本当に。じゃあ、バイバイ。今やっとかったんで。バイバイ。